ホルボーン駅もしくはホーバン駅は、ロンドン都心部のロンドン地下鉄の鉄道駅である。カムデンクホルボーンを南北に通るキングスウェイと、東西に通るハイホルボーンが交わる場所にあり、ピカデリー線とセントラル線の列車が発着する。ピカデリー線では、コベントガーデン駅とラッセルスクエア駅の間、サークル線では、トテナムコートロードとチャンスリーレーンの間にある。大英博物館の最寄り駅で、 プラットホームには、博物館の所蔵物のポスターが貼られている。駅の入り口は、キングスウェイとハイホルボーン沿いにある。トラベルカードゾーン1に含まれる。ホルボーン駅は1906年12月15日に、グレート、ノーザンピカデリーブロンプトン鉄道が開業した。当時の駅名は、ホルボーンといった。駅のさらに地下には、セントラルロンドン鉄道が通っていたが、当時は、 セントラル線の方には、この場所に駅がなく、250メートル西に、ブリティッシュミュージアム駅があった。当初予定されていた、ホルボン駅とストランド駅を結ぶ、アルドイッチ支線は建設の遅れで1907年11月30日になりようやく開通した。ほんの一駅の間を、シャトル運行する、この路線は、当初より乗客が少なく、 第二次大戦時には一時的に廃止され、路線全部が防空壕と化し、戦後も平日のラッシュ時のみ運転されるような状態が続き、ついに1994年に廃止された。現在のアルドウィッチ駅は映画などの撮影のために開放されるのみである。ホルボン駅にあったアルドウィッチ支線用のホームは、ロンドン地下鉄による新型の案内用サインや、 広告システムの設置テストに使用されている。ホルボーン駅の地下を走る CLR のトンネルを工事で拡大し、両線の間の乗り換え駅を作る案は1913年より具体化したが、第一次世界大戦勃発で実現にしなかった。1930年代初頭に、ロンドン各地の地下鉄駅が近代化されたのと同じ、時期にホルボーン駅も近代化され、 駅出口は、モダニズム様式にデザインし直され、セントラル線に新設されたプラットフォームから地上へは、長大なエスカレーターで結ばれた。セントラル線のホルボーン駅が1933年9月25日に開業するのと同時にブリティッシュミュージアム駅は、廃止された。1980年7月9日13時28分、セントラル線のホルボーン駅では、 西行きホームで停車中だった13時17分発の電車に別の電車が追突する事故が起こり乗客20人と運転士1人が負傷したハワード・ジョーンズの楽曲ニューソングのミュージックビデオのロケーション撮影は当駅で行われたマルチ・イヤーステーションエントリーエグジットフィギュアスロンドンアンダーグラウンドステーションパッセンジャーユーセージデータロンドン交通局 2015年3月31日閲覧。レポートオンザコリジョンザットオカード、オンラインスジュライ1980アットホールボーン、ステーション、オンザセントラルラインオブロンドントランスポートレールウェイズ。レールウェイズアーカイブ、2019年10月7日、閲覧。ありがとうございます。